ほんと何年、いや何十年ぶりですかね、少年ジャンプを実際に買うのは。はい、どうも、うずです。今回の動画はちょっとネタ的なところはあるんですが、私自身が、富樫先生の作品が大好きなので、週刊少年ジャンプ連載再開ということでハンターハンター、47号なんですけれども、ほんとね、久しぶりにコンビニで買いました。ジャンプを。昔はね、都内に通勤してた時はよく電車の中で読んでたんですけど、まあ最近はやっぱり、もう実際電子書籍で読めるじゃないですか。まあだから実際のね、雑誌を買うっていうのもほとんどなかったんですけど、まあ今回はちょっと買ってみました。まあ富樫先生の作品というと、点で小悪キューピッドで初めて知って、それを少年ジャンプで読んで、で、その後悠々白書を読みまして、まあ今はハンターハンターに至るわけなんですが、まあ本当に話の作り方がすごい上手で、ね、皆さん多分それで引き込まれて大好きになってると思うんですけれども、まあ絵も当然うまいわけですよ。なので、ほんとバランスのいい、素晴らしい漫画家さんだなっていうのはずっとね、感じております。まあところが、富樫先生って、前からね、言われますけど、なんかちょっと飽きちゃったりするのかな、物語に。すると、ちょっと筆が遅くなっちゃったりして、まあ悠々白書の時もそうでしたが、まああの時も腰悪かったのかな。まあ作品があまり長く続かないっていう印象が、そのファンの中ではね、あるわけですよ。で、当時悠々白書がなんかこう、尻すぼみで終わっちゃった感じ、まあ尻すぼみというか急遽終わらせてしまったような感じで、その後を始めたハンターハンターはすごくこう、生き生きと書かれていて、もうだいぶ昔ですけど、当時その本で読んだ時に、そのハンターハンターのね、ほんと最初の頃、雑誌のインタビューだったか記事、なんかの記事だったかで、今回のハンターハンター、富樫先生は本当に生き生き楽しそうに書いている印象があるっていうことで、まあすごい期待されて、まあなかなか長い作品になるんじゃないかなとも言われていたんですけど、まあ実際富樫先生の作品の中では、一番長い、スパンの作品になってるわけですね、ハンターハンター。現在36巻で、今度37巻が出るって話ですので。まあなんですけど、やはりこのハンターハンターにおいても、あれ、どこぐらいでしたっけ？どっかから急に遅くなったんですよね、お休みがちになられて。グリードアイランドは結構すんなりいってね、そこまでね。だからキメラアント編からだと思うんですけど、だいぶこう筆が遅くなってしまって、まあ案の定止まってしまったという状況です。で、ハンターハンターの連載がお休みがちになったところが、こう、サイトなんかだとね、書かれてるんですけれども、2006年2月からがいきなり1年8ヶ月お休みか。で、その後もちょこちょこ連載しながら3ヶ月や4ヶ月休んだり、1年休んだり。で、最長休んだのが2年3ヶ月。今はもっと長いのかな、今回。まあ、ともかく2年以上休むということも発生していて。で、しかも、まあ、今回もそうなんですが、ハンターハンター連載再開とは言っても、多くの方がおそらく10週ほどで辞めるんじゃないかって言ってます。まあ、要は単行本1冊分ですかね、そこまで頑張って書いて、まあ、また長期お休み入れるんじゃないかなって予想されてるんですけれども、まあ、富樫先生に関しては、その腰ですね、腰が非常に悪いらしく、漫画がほとんど書ける状況じゃない、状態じゃない。ハンターハンターの連載が難しいとなってますので、この件に関してもいろんな方がね、ネットでこう、ああだこうだって始まっちゃうんですが、自分もね、その富樫先生のガチファンっていうわけじゃないんですけど、やっぱり初期の作品からずっと知ってますし、全部読んでますし、まあそれなりのファンだと思ってます。まあその立場の自分からの勝手なね、ちょっと思いなんですけど、まあここまでは我慢の時だったと思うんですが、やはり富樫先生がストーリーやその作品の構成を考えて、別の方にね、作画をお願いしてもいいんじゃないかなって、私はね、私は勝手な、ちょっと言い分ですけど、思うところがあります。というのも、今回の少年ジャンプに、久々に掲載されたハンターハンター、早速盛り上がってますよね。2ちゃん、5ちゃんで。久しぶりに読んでみたけれども、楽しみにして読んでみたけれども、話がもうわからない。そうですね。すごい空いてるから。しかも、今回の話が、そのメインの動線っていうか、どっちかというと横道に逸れたキャラクターのお話だったので、それを、この2年とかね、お休みされた後に急にこうやられても、キャラクターが思い出せない。っていうのがあって、まあ多くの方が、その、この新しいね、連載始まったところでついていけないっていう意見が出たんですね。で、私は単行本一応全部読んでますし、まあその合間合間に掲載された話を、まあ読んでますので、まあわかるかなって感じなんですけど、
まあやっぱりこれだけ長い期間間隔空けて連載再開ですって言われても話がね、わかんないんですよね、ほとんどの方。まあこれに関してはこの後11月に新しい新刊が出ますので、久しぶりに。それを読んだ後に改めてこちら、連載再開の47号に掲載されたハンターハンターを読めばいいんじゃないかっていうところもあるんですが、まあ私もそうするんですけれども、改めて。まあやっぱりね、連載は続けないと、ねえ。で、もともと少年ジャンプってその休むこと自体が厳しい作家さんがね、環境でずっとやってきた中、まあ今世の中の流れでそうも言ってられないところもあると思うんですけれども、ほとんどの連載作家さんは一周落とすことですら大変な思いをしてやられている中、富樫先生だけ特別な配慮を受けて、まあ書けばね、売れるからね、雑誌も売れるし、まあ私が久しぶりに買ってるように買っちゃう人もいるし、いい効果はあると思うんですけど、まあやっぱりね、絵は多少ね、変わってしまうかもしれませんが、別の方にお願いして、しっかりストーリーを富樫先生が描いてる最後のところまでしっかり書き切っていただきたいなっていうのが一ファンの気持ちですね。読みたいし。だってこのペースで言ったら現在暗黒大陸に入る手前の王位継承戦ですら10年ぐらいの時間かかっちゃうんじゃないかな、このペースじゃ。で、その後に暗黒大陸って入っても悠々白書の時みたいに話飛ばし飛ばしでスパーンって終わらしちゃう可能性が高いので、もうほんとちょっと割り切っていただきたいなって思います。まあ読む方もね、ちょっと割り切んなきゃいけないんですけど、そうすると未完で終わるよりはよっぽどいいかなと思いましたんで、ちょっとこんなことを言ってみました。まあこういろいろねご意見があると思うんで、皆様のねコメントなどもぜひここ入れていただいて、ハンターハンターに対する思いなどをちょっとお伝えいただければなと思います。はい、今回は大好きな漫画家富樫義博先生のハンターハンターが久しぶりに週刊少年ジャンプで連載再開となりましたので、ちょっと私の身勝手な動画を上げさせていただきました。はい、この動画を最後まで見ていただいた方はありがとうございます。本当にね、ただのファンのねお話なだけなんですけど、普段はカメラの話を中心にいろいろなガジェットの紹介、あとはゲームが好きなのでゲームのレビュー動画などを上げております。初めてこの動画を見た方はぜひ他の動画も覗いてみて、気に入るところがありましたら高評価チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。まあ皆さん知ってると思うんですけど、ハンターハンターの連載が開始されたのが1998年、そして今でも続く人気作品ワンピースが連載開始したのが1997年、1年ほどの差なんですけれども、両方ともまあ今でも生き残ってるっていうのは、まあある意味すごいよねそう思うよ。まあもちろんハンターハンターに関しては内容の方がねワンピースほど多くないですけれども、まあそれでも1997年、8年代の漫画が今でも大人気でファンが多くいるっていうのはすごいよね。現役漫画だからね。まだ連載終わってないから。すごいと思います。